AKB 49!
ットステージにお集まりの皆さん、こんにちは。 AKB48 です。はい、ありがとうございます。ポニーテールとシュシュ、言い訳メイビー、エブリデイカチューシャ、法定速度と優越感の4曲を聴いていただきました。早速ですが、ここで自己紹介をさせてください。ズッキーからどうぞお願いします。はい、山内美月です。ズッキー。はい、武藤オリンです。オリン、オリンちゃん。はい、向井智美音です。みよんちゃん。はい、田口真中です。真中。はい、鈴木くるみです。くるるん。はい、徳永レミです。レミちゃん。はい、茂木忍です。茂木さん。はい、大森真帆です。真帆よ。はい、岩田哲穂です。やっほー。はい、高橋彩音です。彩音。はい、山根鈴葉です。はい、柏木由紀です。はい、大西桃香です。大西さん。はい、福岡聖奈です。レイちゃん。はい、千葉エリーです。長野セリカです。セリカ。以上の16名でホットステージを盛り上げていきたいと思います。それでは次の曲に参りたいと思います。それでは聴いてください。どうぞ。心の中で鳴る警報器みたいに、目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのか。踏み切りの向こうの君に向かって思えて、ずっと言いたかった僕の想いを、飛び散る電車に抱き消されたって君に届く。Thank you.
君だけにチュチュチュ初日3曲続けて聴いていただきましたが、皆さん盛り上がってますか？ありがとうございます。楽しい時間はあっという間で、続いてが私たちの最後の曲になってしまいます。暑さに負けず最後まで声いっぱい出してくれますか？ありがとうございます。それでは聴いてください、久しぶりのニットクロス。ステージでは13時10分から寝る取材行ってきますの公開収録があります。皆さんぜひ最後まで東京アイドルフェスティバルをお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。